バルト・ロビオだっぺ。はい、ドンマンです。5番エレン・ヤーガーです。7番ハンジー・ゾエです。せーの、オス・オラゴク。ちゅうことで今回は7人魔女局村をボクシングさんとかあのリンゴ星人さんとやってくぞ。ジルヒダじゃねえか。身分を確認してください。チー君やろう。やるな。人狼は、よろしくお願いします。目を開けてください。人狼は人を殺してください。人狼になっちゃった。どうしたい。裏根氏出てえか。ちょっと僕は、じゃあオラ出るな。あと3番のやつ押してくれ。村人になります。よし、オッケー。ということで、5番のやつが3番のやつ押してるかどうかわかんねえけど、3番の白羽さんは死んじまったっちゅうこったな。で、魔女が誰かっちゅうことだけど、蘇生してくんのか蘇生してこねえかっちゅうとこで変わってくるわけだから、その辺みんなよろしく。ほら、今回はもう最後の最後までこの感じでいくのもちょっとありじゃねえかなっていうことを思ってんだ。実は朝が来ました。おはようございます。よろしく。死んだのは、死んだじゃねえか。3番、1番、3番。どうも、自分魔女なんですが、まあ人狼っぽい人、なかなか、見てると、はい、工藤新一です。まず、自分、そうですね、魔女なんですが、そうですね、自分、1番に、毒殺しまして、まあ、自分にはバリア張れないだっぺなので、まあ、これで、なんとか頑張ってくれたら嬉しいだっぺ。よろしくだっぺ。一番。いや、マジで申し訳ねえな。俺はちょっと最初に死んじまうみたいな感じになっちまって。三番の工藤新一か？おめえ、なんで俺に毒持っちまったんだ。俺は裏根師だぞ。俺は裏根師で、一応左隣の2番のフリーザを占ってて、フリーザは一応白が出てるんだ。いや、ちょっとそれはまじいな。で、一応この状態でだったら多分裏根師は出てこねえと思う。っていうのは、多分人狼側この状態で裏根師に なんかその死をしまうと多分これ不利なはずなんだ。だから多分してこねえと思うから、裏根師がもし出てきたらそいつが黒っていうのは間違いねえはずだ。みんな頼むぞ。で、一応2番の復活のハゲ頭フリーザだな。フリーザ白だったからみんなよろしく。じゃな。4番のプレイヤーは発言してください。ジェルタリ役死んだんだけど。あ、ということはだよ。あ、カリウドがいないのか。なるほどね。あ、1番が占い師ということで2番白ってことでしょ。まあ、わかんないけどね。567で、占い師が出なかったら、まあ僕目線567で二人狼いるということですよ。あら、すごいねこれ。で、3番さんが工藤新一のモノマネしてたみたいなんだけど、ちょっともっと聞きたかったなっていう感じがするんで、まあ5番さんね、6番さん、7番さん、ちょっと恋に期待して、あ、2番さんも忘れてた。頑張ってください。ボクシングさん、いい声してんな。エレン・イェーガーだ。いきなりなんかすげえ展開だな。どうすんだこれ。とりあえず俺は村人だ。これ2人死んだってことは、魔女の毒殺と人狼が噛んだってことだよな。怖えな。とにかく人狼は駆逐するしかねえんだ。頑張るぞ。お、6番、頑張ってくれてんじゃねえか。頼むぞエレン。発言してください。はい、いきなり難しい番目になってしまいましたね。占い師デートした7番さん、2番さん出たら、今日は占い師出ちゃうのかなとは思ってます。で、一応1番さんが占い師で出て2番さんに白を出したことは把握しました。占い師が出なかったらもちろん4567から二人狼なので、その中から釣りましょう。7番、いや、これワンチャン破綻があるぞ。発言してください。調査兵団アンジゾエ、占い師だぞ。いきなり2人も殺されてるみたいなんだけど、頼むぞ。3番の方が魔女で、あ、やべ、これちげえな。1番を毒殺したのかな。どうなんだろう。これ破綻したな。とりあえず様子を見たいと思います。私は村人と出ました。よろしくお願いします。あ、やべ、これ破綻したな。これやべえやつだぞ。のプレイヤー、気づかねえでいてくれ。発言してください。みんなが、両坊主知ってるか。回答は鮮やかに
犯人を見つけ出すんだぜって誰が坊主やねんっていうのはどうでもいいんですよ。調査兵団のお二人さん、安心しなさい。あなたたちは二人とも初心者と聞いていますが、村人マークつけていますよ。4番のボクシングさん、または6番のリンゴ星人さん、どちらかが人狼ですね。僕は残念ながら占い師、1番を占って1番黒と出ている。破綻してんぞこれ。そして1番の悟空さんは僕を占って僕が白、破綻してるんだよね。なので一人狼、ナイス魔女さん。黒って言い間違えたってことにして判定していきますよ。人狼にデスミーム。4番のプレイヤーやったなこれ。なるほどね。そっか、これはもう二神っていうことだよね。うん、二神だよ。二神だから1位で釣れてるってことだよ。あら、これは盤面が良くなった。あら、ちょっと、うん、素晴らしい。まあ、3番さん素晴らしい。やったなこれ、うん、ちょっとね、2番さんはちょっと最初の方坊主の下りちょっとあれだったけど。あー、じゃあ変わらず567の中で、まあ2人から1人になったってことで、どうだろうね。僕は村人って出てるけど、うん、で7番さんも村人って言ってんだよね。だから5、6にいるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。うん、でも5番さんが頑張るって言ったから、なんか頑張るようがないけどね。もしかしたら頑張る人狼さんかもしれませんけども、どういうことなんですかね、ごはんさん。詰められている、圧迫されてる。いや、頑張るって言ったのは気合ですよ。気合を入れようと思って。はい。いや、フリーザ様がもし本物の占い師なら、そうですね、人狼があと一人ってことになるんですかね。フリーザ様を信じていいんだろうか、わかんねえ。でも、いや、難しいなこれ。俺にはもう分かりません。6番、初心者感出てていいね。プレイヤーは発言してください。はい、2番さんシーン確定でいいと思います。2番さん、2番さんの城先後で教えてください。ちょっと聞こえてなかったので。で、2番さんが死んで、いや、いいよ、情報なしだからいいね。でも、2番さんがちゃんといい感じでね。2番さんに城出ししてるので、それは絶対違うってことになります。1黒、結果1黒ですか。あ、それ、これランダム白じゃないですか。違うんですよ。いや、2番さんシーンと置いて、でそしたら4567は私は違うので、457の中に1人狼いるので、どっか適当にやっていけば勝てるんじゃないかなって思ってます。で、5番さんを、2番さん偽物ってたところがちょっと気になりましたけど、まあ、それはまだ分かってないのかなっていう感じで見てます。そう、そうなるから大丈夫よこれは。あ、ちげ、そうなるから大丈夫だこれ。発言してください。2番の貴公子が占い師なの？なるほど、1番が黒、これはちょっと誰が白いのか黒いのかまだ分からないね。みんなが貴公子に見える。みんなが貴公子ってパワーワードだな。のプレイヤーは発言してください。駆逐してやる。一匹も来らず。決めましたよ。なんとなく2周目の発言のボクシングさん、なんだかオラをムラムラさせたということで村置きしてもいいですよ。ですが6番のリンゴ星人さん、お、かなり動揺していましたね。占い先がランダムですって、ランダムですって、ランダムですって、そうですって、自分が人狼と言ってるようなもんですよね。どういうこと。今日は6番のリンゴ星人さんにデスボール。投票を始めてください。いや、これワンチャンぞ。これで、5番のエレンが2番噛んじまったらもう蘇生はできねえから、457番でなんかうめえこと4番のやつをこう落とし込んでいったりとか、5番のやつを落とし込んでいったりとかしたらワンチャンあんぞこれ。6番、ただ気づいてくれっからちゃんと選ばれました。5番のやつは1番2番噛むってこと気づいてくれてから大丈夫かな。発言してください。人狼ちゃんとして、申し訳ないです。そっか、乱視じゃないのねこの村、わかんないです。そこはくもれだ。で、
そうじゃなければ2番さん新確定で1番さんも黒落ちてるから、あと残り1人なので噛まれちゃうと思うんですけど、そしたら457の誰かで明日決め打ちってか、気になるところ4番さんは2番さん新確定の盤面の読み方がめちゃめちゃ早かったこと、5番さんはなんだ2番さんに背負ってたところ、7番さんは全然白黒見えないってところです。頑張ってください。お、これワンチャンっつ、全然全然やっつ、これやっぱ初心者同士の争いってなるとこれ全然やっつ。5番のあのエレンゲーガーはちゃんと2番のやつ噛むんだと、それ分かってるのは大丈夫だよな。2番だぞ、2番いけよ。あの最悪おめえが2番噛まねえだったらオラが通報しといてやっからな、ちゃんと通報しといてやっから、その辺は頼むぞ。ちゃんとな、ちゃんと言っとくからな。いや大丈夫かな、頼んだぞちーくん、なんとか頑張ってくれ。とりあえずこれで2番のフリーザさえ落としちまえば457は情報なしっちゅうことになっから、そうなると口のうめえ4番がなんかちょっと怪しいんじゃねえかとか、なんか白黒よくわかんねえって言ってた7番が怪しいんじゃねえかとか、そうなっから、大丈夫だから。朝が来ました。これ初心者だからなんとかなるやつだぞ。昨夜死んだの。おしゃ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 し、そうだそうだそうだ、それでいいんだぞ。4番、さあどうなる。だねー、占い師が噛まれちゃったね。やっぱり僕は5番さんが怪しいと思うんだよね。7番さんについては村人陣営って出てるって言っちゃってるんだよね。僕目線も初日から5番さんしかいないんだよね。やっぱ頑張るって言ってたから、村人陣営ってなんか頑張るっていう言葉あんま使わないんだよね。頑張りようがない、嘘を見つける頑張るではない、嘘をつく頑張る、5番さん黒。僕は7番さんを信じて5番に行きたい。じゃあ今日は5番さんに行こうかな。まあペッペが10のプレイヤーは頑張れよ、頑張れ。なんでだ、違うって言ってんだろ。頑張るっていうのはこれに対する頑張るだよ。わかんねえから、フリーザ様が守れなかった、どうすりゃいいんだこれ。人狼がまだ一人いるってことやな。裏切り者は絶対に許さねえ、駆逐してやる。いや、どっち怪しんでるか言った方がいいぞ。そこは発言してください。あの貴公子がやられちゃったみたいだね。私はエレンを信じたいところなんだけど、頑張るって言ってたからな。どっちなんだろう、どうしようかな、この状況。エレンを信じたいけどねえ。ほらほら、コメントは投票を始めてください。コメントしちゃダメだぞ、別にダメじゃないけど。さあどうなる。いや、これ意外といけんじゃねえか。7番頼むぞ。で、5番の面はちゃんと4番に入れとけ。来い、どうだ。4番おのプレイヤーが選ばれました。これまさかの結果、ゲーム終了、人狼の勝ちです。お、皆さん今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。私のったん、ゲーム実況、実写、それから声真似、いろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。のっ。